公委員長であります辰岡貴子が皆様に開会のご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。この会はね11回目になります。それでね大正元って言ったら誕生してね今年が100歳になるんですよ。それで現在はね演奏曲も童謡があったり歌謡曲シャンソンそれからクラシックもういろんな曲を演奏されてます。今日のゲストとして全国子ども、大正琴コンサートそれで文部科学大臣賞いただかれた新馬君芸名で新馬君がおいでになってます。それからゲストとして岡山で活動されてる、ソロンクワールドさん、もう楽しみがいっぱいあると思いますのでごゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。皆様こんにちは、師匠の竹下でございます。今日は第11回の大正琴の響きというてだんだんとですねだんだんとこの会がいろんなことを交えて大正琴とのコラボをですねいろんなことを、通してやっていただいて、皆さんに素敵な時間を、提供いただいている素晴らしい会になっていったんじゃないかなと思います。こうした文化あるいは経済活動しっかりとやっていただきながら生きる喜びとかあと心の豊かさをですね感じていただけるようなそんな暮らしを送っていただきたいなというふうに思います。はい、それではお願いいたします。市長さんの歌によります夢地川どうぞ。Thank you.
ヘミレ市長の役でございます。どうぞ。Thank you.
して100万本のバラでございます。どうぞ。
Thank you.
しは、せーの、ストロングワールドです。よろしくお願いします。はい、では、お聴きください。母恋、小深井湊。Thank you.
時間が経つのは早いもので、次の曲で最後になります。ありがとうございます。すごいあの身内からの A が一番多かったです。あのすごい台本通りな感じでよろしく、ありがとうございます。はい、それではお聴きください。いい日旅立ち。全国
国子ども大賞ごとコンクールでは最高位に2度まで輝かれました。そしてその次に文部科学大臣賞も受賞なさいました。幅広く活躍されている。お年目、ね、私お聞きして驚いたんですよ。まだ19歳なんですけど、19歳の大学生だそうでございます。皆様の素敵なね、大賞ごとの独奏をお聞きしたいと思います。それでは、ジョン・ガラクシお聞きください。
り1曲になってしまいました。情熱大陸お願いいたします。Thank you.
して2曲目でございます。ときめきのルンバ、どうぞ。
地方自身どうぞ。
踊りでね、あの沖縄の曲で忙しいという曲で、そうそうそう、楽しみながら行きました。どうも本当にありがとうございました。